それでは吉田拓郎さんの1983年を振り返ります。まず5月16日からツアー1983マラソンがスタートします。まだよくやってんね、コンサート。はい、うん、でも7公演ですね。どうでも俺にとっちゃね結構大変なそうですね、うん、だって俺先週も言ったけど、何しろコンサートも大変だけど終わった後も大変な。そうですよね、ツアーだからさ、はい、終わった後がもうすごいからバンドがそっちが疲れますもんね。疲れるんだよ。これはアルバムのまあ一環でって言いますか。そうね、この年ね、あのマラソンと情熱とアルバムを年に2枚出してね、ツアーもだからそれに合わせてやったりしてるから、はい、結構すごく行動してるね。そうですね、うん、マラソンってアルバムが5月23日に出てます。ツアー最中ですね、はい、マラソンっていうのは田村さん、あのこれは何かこだわりあったんですか。マラソンっていう歌を入れてるんですけども、はい、この中に、その人生はマラソンのようなものだっていう感じで、はい、それで僕この頃ちょっとね恋愛をし始めてるんですよ。あの今の奥さん、うん、はい、それでなんかそのなんて言うんだろうな、そういう気持ちがね、少しねこう裏ぶれ、あの挫折感とね、はい、それから新しい恋愛に関す対してのね、うん、期待感とかね、はいはい、そういうのがあって、ね、心が揺れ動いてる。ああそうですか。で、コンピューター打ち込みを使ったのがこの頃からね、コンピューターはよく使ってましたし、打ち込みを使ったらあのレコーディングじゃなくて、打ち込みと同期させたレコーディングをよくやってたんです、はいはい、だそれに合わせて演奏するっていうことをやってましたから、コンピューターを使ってデモテープはもうほとんどコンピューターで打ち込んでやってました。ドラムは生音に変えてったんですか。全然ドラム生音で。この頃だって生でやるってね、島村と中西とエルトンと、ね、ああいうメンツなのに打ち込みでやったら殺されちゃうもん。そうだ、うん、この時のツアーはあの去年 の, ぜあの前年のそうです、王様たちのハイキングの流れです。流れです。流れのまんまますます悪さに磨きがかかって、あそのメンバーもじゃあそのまんまで。そう、坂崎がここにね、あのラジオに出演した時 の, この, あのメール来てますが、ラジオネーム、はい、ナミさんからね、はい、坂崎さんは拓郎さんのことを当時の記事で、はい、あの人の不良っぽさはもう負けてしまいます、負けちゃいます、それを本人は風と言ってますけども、はい、全く自由奔放でとどまるところを知らない生き方してますっていうふうに坂崎が語ったんです、はい、で僕はちなみにアルフィーのことを、はい、素晴らしい練習です、連中です、人間的にいいやつだ、らこれからがすごいんじゃないの、拓郎さんがこれからがすごいんじゃないのって言ってる。83年ですか。83年7月だった、うん、これからすごいんじゃないかって俺は言ってるんだ。んだ、だからやっぱりアルフィーが当たってるんだよ。で俺はもうさ、坂崎から言わせると、ねね、もうとどまるとこを知らない風これ、これはもうこの時のライブ見てて多分そう思ったそうですよ、めちゃくちゃだな、もうすごいなこの人たちはってな、本当にねそう思ってたんですよ。そういうコンサートでしたから、まあ、風と呼ばれようが不良と呼ばれようがもうねすごいしょうがないですね。いや